こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では僕が愛してやまない無印良品の中から実際に愛用しているものを7個ですね、テンポよく皆さんにご紹介をしてみたいなというふうに思っています。まあ、以前にもですね動画を撮ったことがあるんですが、僕はですね無印良品がめちゃくちゃ好きなんですね。ですので結構コンスタントに店舗には通っていまして、新しいものがないかなという形で物色をしてるんですが、本当にいろんな商品がありますよね。お洋服だったり雑貨だったり、あと食べ物まであるわけなんですが、その中でも僕がリピートをして買ってるものだとか、最近見つけてすごく愛用しているものですね、皆さんにご紹介してみたいなと思うので、ぜひ最後までお付き合いいただければなと思っています。それでは早速行ってみましょう。はい、ということでまずは一つ目からご紹介したいなと思うんですが、まずはこちらのアイテムですね。昨日実際に店舗で買ってきたんですが、脇に縫い目がないクルーネック半袖 T シャツ2枚組というものになります。金額はですね2枚入って990円ということで、これ税込みなので1000円切るんですよね。めちゃくちゃコストパフォーマンスの高い T シャツかなというふうに思っています。これはですね今回で何回目ですかね、めちゃくちゃリピートして買ってる T シャツになります。僕にとって白の無地の T シャツというのは欠かせないアイテムなんですね。お風呂に入って出たらもう1年中通してですねこの白い T シャツを着るわけですね。で、白 T シャツに関してはいろんなブランドのものを試してみたんですが、結果一番良かったのはこの無印の T シャツだったんですね。というのもこういった白 T シャツってやっぱり消耗品なんですよね。毎日こういった T シャツを着てるとだんだんですね色が黄みがかってきたりして、清潔感みたいなものが漂わなくなるんですね。そうしたらやっぱり買い替えなくちゃいけないので、あんまり高い T シャツだと気軽にですね買えにくいので、僕はこれぐらいの価格帯の T シャツが一番気持ちがいいかなというふうに思っています。ユニクロの T シャツもいいんですが、結構ですね無印良品のこの T シャツに関してはもう1年中必ず置いてあるので買い物がしやすいんですよね。そういった点でも皆さんにはおすすめしやすい T シャツかなというふうに思っています。で、この脇に縫い目がないっていうところも結構良くて、こういった一番下に着る T シャツって肌と直接触れるので着心地の良さってめちゃくちゃ重要だと思うんですね。その点縫い目がないだけでだいぶソフトな肌触りになるので使い勝手がいいのかなと思っています。そして見逃せないのはですね、この上に様々なアイテムを重ね着する時の見え方なんですよね。それが結構抜群に良くて、実は僕は今日はですねこの T シャツを実際に着用してるわけですね。今はですね丸首のブラックのセーターを着てるわけなんですが、この下にはですねこちらの無印良品の T シャツを着てるわけなんですね。で、僕は結構これをよくやるんですが、 T シャツとニットを重ねて着る際に少しだけこの T シャツをですねチラ見せさせるというテクニック、これをですね結構僕はよくやるんですけども、その時に大切になるのがニットと丸首の T シャツ、ここのですね襟の深さによって相性っていうのがあるんですね。で、僕は結構いろんな T シャツを着ながらこのニットとの相性というのを見ていたんですけども、意外と一番良かったのがですねこの無印良品の990円の T シャツだったんですね。ちょうどバランスいい首のフィット感なので、だいたいですね 0.5 センチから1センチ前後ぐらいでこのようにですね白の T シャツが見えるので、そういった重ね着の際にもですねめちゃくちゃ重宝するんですね。ニットとの合わせの時もそうですし、あとは上にパーカーを着る時にも、特にですねブラックですとかダークグレーのパーカーを着る時に襟元にこの白 T シャツが見えてるかどうかめちゃくちゃ重要なんですけども、そのバランスが絶妙なので、ぜひ皆さんにはですねこちらの無印の T シャツをおすすめしてみたいなというふうに思っています。僕はだいたいこれをですね3枚程度で回しているんですけども、およそ3ヶ月ぐらい来たらそれを全部捨てて新しいものに入れ替えるようにしています。まあ、このように定期的に入れ替えられるような手頃な価格っていうところもですね見逃せないところかなと思うので、ぜひ皆さんにお勧めしたい一品かなというふうに思っています。はい、続いて2点目にご紹介したいのがこちらになります。またインナーなんですけども、こちらはですね特に冬に活用するようなアイテムで、昨年買って大ヒットだったんですね。綿であったかクルーネック長袖 T シャツというものなんですが、これはねぜひ皆さんにお勧めしたいアイテムかなというふうに思っています。これはどういうものなのかというと、分かりやすく言うのであればユニクロのヒートテックとほとんど同じような商品なんですね。ただヒートテックに関しては化繊でできているのに対して、こちらはですね綿 93%、 そしてポリウレタンが 7% 混合されているような素材になるんですね。ですので肌触りが全く違うんですね。僕自身はこちらの無印のインナーの方が肌触りが好きなんですよね。
長時間着ていても肌触りがめちゃくちゃいいですし、ストレッチもですね抜群に効いているので、これはですねかなり良かったアイテムの一つかなというふうに思っています。最近はユニクロ U でヒートテックのものが出て、それはそれでめちゃくちゃいいんですけども、あちらに関してはロンティー感覚で気軽にですね重ね着を楽しむというのがいいかなと思ってまして、あれは洋服の一部として見せても全然いいかなと思うんですが、こちらの T シャツに関してはほぼ見せない形でインナー感覚でガンガン使うのが一番いいかなというふうに思っています。ですのでこの上にニットを重ねて着たりだとか、あとはこの上にシャツを着たりするのもいいかなと思います。まあ、シャツを着る際には第一ボタンを開けてしまうとこの白 T シャツが見えてしまうのであんまりかっこよくないので、僕の場合は少しですねゆとりのあるシャツというものを第一ボタンまでしっかりと締めるような時にですねこういった T シャツを着るようにしています。とても暖かくて肌触りのいいこの T シャツはですね真冬には欠かせないアイテムかなと思うので、ぜひ皆さんもチェックしていただければなと思っています。ちなみにサイズ感に関しては結構タイトなのでワンサイズ上げた方がいいかなと思うんですね。洗濯をすると結構縮んだりするので、できればですねワンサイズ上げて着た方がですね快適かなと思うので、その点もぜひ頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、続いて3点目にご紹介したアイテムなんですけども、こちらになります。はい、なんだかわかりますかね。これハンガーなんですけども、アルミ直線ハンガーというアイテムなんですが、これがですね地味に使いやすいなと思って最近買った中ではですね非常に気に入っているんですが、見ていただいての通りこちらはですね通常のハンガーと比べて結構平面的になっていて奥行きがないんですね。ですのでこれはですね割と室内干しもしやすいですし、クローゼットの中にかけられるというところでめちゃくちゃ使いやすいハンガーになってるんですね。僕は主にどのように使っているのかというと、皆さんが見ていただいている通りマスクをかけるようにして使っています。この際にめちゃくちゃ便利なんですよね。まあ、最近僕はですねいろんなマスクを買って試してみるのがマイブームなんですけども、そうなるとですね結構マスクの収納って困るんですよね。まあ、どのように収納するのが一番いいかなと思った時に、このように吊るしてかけた方が使い勝手がいいかなと思ったんですが、通常のハンガーだとどうしてもかさばるんですけども、こちらであれば平面的に収納ができるのでめちゃくちゃ使い勝手がいいかなというふうに思っています。僕の場合はこのようにマスクをかけていますが、あとは布巾をかけたりだとか雑巾をかけたりだとか、まあ、そういった形でさまざまな活用の仕方ができるので、この直線ハンガーっていうのはですね工夫次第でいろんな使い方ができるのかなというふうに思っています。やっぱりこのような収納だとか生活雑貨におけるですね使い勝手の良さだとか、こういう攻め方があるのかというのがですね無印良品のめちゃくちゃ素晴らしいところだなというふうに思っています。まあ、まさか去年の今頃はマスクをですねこんなにたくさん買い込むとは思わなかったんですが、今のライフスタイルには非常に合っているようなハンガーとして皆さんにもですねぜひお勧めしたいので、こちらの商品もチェックしていただければなと思っています。はい、続いて4点目にご紹介したいのはこちらですね。アルミハンガーとS 字フックですね。これがですねやっぱり無印良品の中で地味によく使ってるアイテムなんですね。まあ、アルミハンガーに関しては以前もお伝えしましたが、結局ですね服の収納の際にめちゃくちゃ便利なハンガーっていうのは無印良品のアルミハンガーで、まず間違いがないかなと思っています。とにかくですねこれが薄くてかさばらないんですよね。ですので大量に服があってもこちらのハンガーがあればですねなるべくコンパクトに収納することができるんですね。で見栄えとしてもシルバーですごくシャープな印象で清潔感みたいなものも漂いますし、価格もめちゃくちゃ安いので気軽に買い足しやすいんですよね。ですので僕の場合は T シャツですとかシャツですとかパーカーですとか、こういったアイテムに関しては無印良品のアルミのハンガーをですねガンガン使うようにしています。そしてもう一つ便利なのがこちらの S 字フックなんですね。これはどのように使うかというと、もちろんですねクローゼットの中にこうかけておくわけなんですが、ここにいろんなですねエコバッグだとかトートバッグをかけるのにめちゃくちゃ重宝するんですね。まあ、素材の雰囲気もですね両方が共通しているのでクローゼットの中でもバランスよく使えますので、意外と地味に使えるのがこの S 字フックなのかなというふうに思っています。この2つがあるだけでクローゼットの中がバランスよく整うので、ぜひ皆さんもチェックしていただければなと思っています。はい、続いてご紹介したいのはですね結構大物になるのでこれからですね持ち上げたいと思うんですが、こちらです。ドンと、はい、これはですね無印良品の頑丈ボックスというアイテムなんですが、めちゃくちゃこれもですね重宝するアイテムなんですね。皆さん知っていますかね。
これはですね、なかなか大型店に行かないと売ってないものなんですけども、非常にですね使い勝手がいいんですね。見ていただいている通りかなりの大きさがあるので、さまざまな用途で使えるわけなんですが、僕の場合はですね、自宅だとか事務所だとか、あとは車の中にもあるんですけども、計5個ですね、こちらを愛用しています。まあ、どんな形で使っているのかというと、車の中であったら子供のおもちゃであったりだとか、洗車道具だとか、そういったものをこの中にガシッと詰め込んでいます。あとは自宅であれば、使わないような季節外のお洋服に関してはこの中にしまったりだとか、あとは防災用のグッズなんかをまとめて入れていたりします。あとは事務所にも置いてあるんですけども、この中にはですね、本だとか書類だとか、そういったものを大量に収納できるので、1個あるとですね、めちゃくちゃ便利かなと思っています。で、結構これが頑丈なので、この上に乗ってもですね、全然びくともしないので、これをちょっとした台代わりにして僕は使うこともあったりします。あとは車の中に置いておくと、これをですね、テーブルにしながらですね、ちょっとした食事もできたりするので、様々な用途で使い勝手がいいので、ぜひ皆さんにもですね、おすすめしたいアイテムかなというふうに思っています。これが一番大きいサイズかなと思うんですが、もうちょっとちっちゃいサイズもあったりして、本当に使い勝手が良くて、実は無印良品の中での隠れたヒット作と言われているものなので、ぜひ皆さんにもチェックしていただきたいなと思っています。はい、続いて6点目にご紹介したいのはこちらですね。まあ、スキンケアの用品なんですけども、僕はですね、このあたりのジャンルはですね、いろんなものを試しながら実験をしているわけなんですが、最近気に入ってよく使っているのがこの3つなんですね。まあ、基本的にですね、顔を洗った後にはですね、化粧水をたっぷりつけて、その後少し時間を置いて乳液をつけるというのが鉄板なんですけども、どうしてもですね、手間がかかってしまうのが好きではないので、僕はオールインワンジェルを使っていたんですが、ちょっとですね、試してみようということで、最近はですね、化粧水と乳液をですね、分けて使うようにしてるんですね。で、僕が愛用しているのが化粧水敏感肌用高保湿タイプというもの、こちらを使っていまして、同じく乳液に関しても乳液敏感肌用高保湿タイプという形で使っています。まあ、特にですね、秋冬に関しては肌が乾燥することが多いので、こういった高保湿タイプというものを使うようにしているんですが、これを使うようになってからですね、さすがに肌が乾燥してるなということをですね、ほとんど感じなくなりましたね。これは肌によってどれがしっくりくるかは人それぞれかなと思うんですが、金額が抑えめで手軽に使えるという点では、無印のですね、このシリーズはめちゃくちゃ使い勝手がいいかなというふうに思っています。で、こういったスキンケアの用品って、高いものといったら本当に数千円するものもあったりするんですね。そういったものも確かにいいんですが、気軽に使えるというところが僕は一番重要かなと思っているので、無印良品のものというのはすごくコストパフォーマンスが高くて、皆さんにもおすすめしやすいかなと思っています。で、オールインワンジェルからですね、こちらの2本に分けたことで、さすがに手間は増えたんですが、これも慣れの問題で、1ヶ月ぐらい使っているとですね、さすがに慣れて乳液をつけ忘れということもだいぶなくなってきたかなと思っています。まあ、年を重ねるとですね、だんだん清潔感みたいなものが失われていくので、肌の管理というところは少し気を使ってみるのもいいかなと思うので、ぜひ皆さんにはですね、この無印良品の化粧水乳液はお勧めしたいなと思っています。そしてこちらは僕が定番的に使ってるんですが、薬用美白日焼け止めミルクというもので、これもめちゃくちゃ使い勝手がいいですね。僕はですね、学生時代は陸上部で結構日差しをガンガン浴びていたので、この年になってから結構シミが増えたりだとか、ほくろが大きくなってきたりするんですよね。本当にですね、今は後悔してまして、日焼け止めしっかり塗っておくべきだったなと思ってるわけなんですが、今からでも決して遅くはないと思ってまして、僕はですね、もうこれは習慣化してますね。日焼け止めに関してはもう基本的には1年中するようにしています。無印のこちらのタイプに関しては、こういったプッシュ式になっているので、結構気軽に使いやすいんですね。ですので、もう毎日の習慣でこのようにですね、こう塗りたくるようにしてるんですけども、かなりですね、香りもいいですし、非常にですね、馴染みもいいので、これは使い勝手のいいアイテムかなというふうに思っています。皆さんもですね、夏場はこういった日焼け止めをつけるという習慣はあるかなと思うんですが、結構これは習慣化してしまった方がいいかなと思うので、ぜひ無印の日焼け止めというところもチェックしていただければなと思っています。はい、ということで最後ラスト7点目のアイテムなんですが、こちらはですね、こういったスプレーになるんですね。名前はですね、マスクスプレーというものになってまして、香りは2つあるんですが、僕はですね、シトラスの香りというものを選びました。これは名前の通りマスクにかけるようなスプレーになっているんですね。まあ、今マスクというのは生活必需品という形になっていまして、もう日常的に毎日つけるものですよね。
そうなるとですね、ちょっと億劫だなとか気分が乗らないなと思うことも時にはあるかなと思うんですね。僕なんかは割とそういう機会が多いんですが、そういう時にちょっとした気分転換にマスクにですねスプレーをしてあげると気分が上がるんですね。これはですねシトラスの香りということで結構爽やかで男性にもですね使いやすい香りかなというふうに思うんですね。まあ、こちらをですねマスクの外側に5回くらいプッシュするわけですね。ちょっとやってみようかなと思うんですが、こんな感じですね。プッシュしてあげると、そうするとちょっとほんのりとですねいい香りがするんですね。できればですねスプレーをした状態から乾燥した時に使ってもらいたいというふうにあるんですが、乾燥してしまうとですね香りがほとんど飛んでしまうんですね。ですので僕の場合はですね大体30秒ぐらい置いて、それからですねマスクをするようにしています。ちょっとつけてみたいと思います。なんか清潔感があってシャキッとした香りがですね僕はすごく好きですね。ちょっと気分転換するにはいいかなと思うんですが、デメリットがありまして香りがですねそんなに強くないんですね。ですのでこれもスプレーをしてからですね数分経ってしまうとほとんど香りが残らないんですね。ですので最初のうちは香りの持続性がないというところがちょっとデメリットでいまいちかなと思ったんですが、考えてもみればあんまりですねマスクに強く香りが残りすぎてしまうとそれこそ気持ち悪くなってしまうので、ほんのり香る程度で十分かなと思うんですね。あくまでマスクをする前にですねこういったものをかけてあげて気分転換をしたりだとかリフレッシュをする用として持っておくのがいいかなと思うので、個人的には結構気に入っていまして1日にだいたい2回か3回ぐらいは使うようにしています。まあ、これからもですねまだまだマスクをする機会は長く続くかなと思うので、まあ、その際にですねこういったものが一つあるとちょっと気分転換にはいいかなと思うので、まずは店頭でちょっと自分のマスクにかけて雰囲気を試してみていただければなというふうに思っています。はい、ということで今回の動画では僕が愛してやまない無印良品の中からおすすめのアイテムをですね7つご紹介させていただきました。この中でいくつか気になったものがある場合はですね実際にお店に行って実物を見ながらですね検討していただければなというふうに思っています。無印良品のアイテムというのは決して派手さはないんですが生活に寄り添っていてすごく使い勝手がいいものが多いんですね。そしていろんなものがですねどんどん新しくリリースされるので、これからもですね僕はお店に通いながら新しいアイテムがあったらですね皆さんにどんどんご紹介していきたいなというふうに思っています。ぜひ皆さんには今回ご紹介した7つの中からこれが買ってみたいなとかこれが気になるなということをですねコメント欄の方に書き込んでいただければなというふうに思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。